それでは2022年の宮城県の問題ですね、解説していきます。大問の4番ですね、第4問ですか。で、問題が4つあるんですけど、最後の問題非常にいい問題かなと思いますね。迫田好きです、こういう問題は。で、問題のね、状況をまず確認しておくと、円があって直径が6センチですか、AB が6センチになっていると。で、AC イコール4センチとなるような点 C を円周上に取りまして、さらに AC イコール AD となるような点 D っていうのを AB 上に取ったわけですね。で、D から下ろした垂線の足、これを E としてるわけですね。で、1番2番3番の問題が繰り広げられて、4番目の問題でですね、さらに ED っていうのを延長していくと、さらに CD も延長すると、CD 延長した線とこの円との交点 F として FB 結び、この FB に対してね、このあ FB というかこの ED の直線 ED の直線 ED と、この線分 BF の交点を G としていると、まあ、そういうふうな、ね、理屈になっているわけです。一番最初 BC の長さを求めなさいですけれども、まあ、そんな難しくないかなと。で、2番が ABC、ABC と ADE の相似、まあ、これも一瞬で終わるかなと思います。CED の面積、CED の面積、まあまあまあ直角三角形なので、底辺と高さ出してしまえばおしまいかなという流れなので、まあ、この辺はね、さらさらとやっていって、最後にですね、ED 対 DG、ED 対 DG どうなるのかっていうのを考えていきたいと思います。ということで設定はおしまいで1個ずつ見ていきましょうか。括弧の1番ですが、まず AC が4センチで AB が6センチっていうのが与えられているわけですから、まあ、三平方の定理でおしまいかなと思います。これが4でこれが6、まあ、2対3対、ルート5ですか、とかっていうのを考えていけばすぐに出せるのかなと思います。2ルート5センチメートルですね、まあ、なのでこれはあっさりと終わらせてください。括弧の2番が相似を証明しなさいですけれども、もうこれもいいよね。 AB が直径なのでここは90度、仮定よりこいつも90度ですね、はい。さらにここの角度共有しているわけですから2組の角が等しくなっているので相似とおしまいですね、はい。過去の2もおしまい。過去の3番です。面積求めなさいっていう話なので CE の長さ ED の長さを求めるっていう手法で考えていきたいと思います。今ここが4センチ、これもうね、問題文の過程で与えられてますからね、4センチっていうふうに分かっていて、一応 AC も4センチだと。で、ここが2ルート5センチだと。で、考え方として CE の長さを出す、ED の長さを出す、で、面積を求めるっていうのが、まあ、一つ目の考え方ではあるんだけれども、じゃあどうやってね、CE の長さとか ED の長さを求めていけばいいのかっていうと、まあ、相似、ADE と ABC が相似だってことが分かっているので、こいつを使っていけばいいわけですよね。今、相似比、この AD と AB 比べてあげると、4センチ、6センチですから、相似比2対3だってことが分かるじゃん。一応、これ6センチね。なので、相似比が2対3になっていると。だから、当然、ここの、2ルート5っていうこの CB の長さとこの ED の長さも3対2っていうふうになってるはずですよね。OK、同じように考えていけばここの長さがどうなるのかっていうと3対2ってなってるから当然3対2になってるので4センチを3分の2倍してください。3分の8センチっていうふうに出てくるはずですよね、はい。ですから引き算をすればここの長さもあっさりと出てくる。ここの長さがどうなるの、4センチから3分の8センチを引くだけですから、3分の4ん3分の2合ってるよね、3分の4センチ合ってますね。3分の4センチとなるわけですね、はい。3対2ですから、まあ、2対1だっていうふうに考えてもね、もちろんいいわけですね、はい。ということで、あ、ここの長さ求めてねえじゃん。 ED の長さが3分の2倍にするから3分の、2倍なので4ルート5センチですか。3分の4ルート5センチメートルって分かるので、この三角形 CED っていうのがCED がここが3分の4センチでここが3分の4ルート5センチっていうふうに分かりますから、あとは面積出せますよね。2分の1かける3分の4かける3分の4ルート5、よいしょよいしょ、これを計算してください。9分の8ルート5ですよね、はい。9分の8、ルート5平方センチメートルというふうに出てくるわけですよね、はい。まあ、なのでここまでの話っていうのはそんなに難しくはないかなと思いますので、ちょっとね黒板を整理して過去の4番に移っていきたいと思います。
さあでは続きましてと括弧の4番メインディッシュいきましょう。ED 対 DG のこの線分の長さの比を求めてくださいという問題なわけですね。さあまず何をね一番最初に考えたくなるのかっていうと、まあ、直接ね ED 対 DG がポンポンって出るんだったなら話は早いんだけれども、まあ、当然ねなかなかそうもいかないと思うので、まあ、多分一番最初に考えるのは三角形の相似を使って相似比から求めていくっていうのがポピュラーなんじゃないのかなと思います。ということでこの ED が含まれている三角形と DG が含まれている三角形で相似の関係が何か成り立っていないかなっていうふうにまず考えてみるわけです。がないよね。残念ながらね。なんか砂時計型の相似があるのかななんていうふうに思いがちなんですけど、これとこれが平行じゃないわけだから、まあ、こことここも違うし、こことここも違うし、あれっていうふうになるわけですよね。困ったなと。ということで、直接 DG の長さを求めに行くしか方法がないかななんていうふうになるわけです。まあ、もしくは DG の長さを求めるっていうよりは、これでいいんだけどね。CB に対してどれぐらいの長さかっていうのが分かればいいわけですよ。なんでかっていうと CB の長さ丸の3に対して ED の長さ丸の2って分かってるわけじゃん。3対2ってのが分かってるわけでしょ。ってことは CB の長さに対して DG の長さが何対何になってるのか、これが分かればいいわけですよ。でこれはなんとなく方針としていけそうじゃない。なぜかっていうとこいつ今平行だったわけじゃないですか。当然ここも平行なわけですよね。つまり三角形 FGD と三角形 FBC は相似になっているわけだから、この相似比を求められないかっていうふうに考えていくわけです。ということでどこの相似に注目するべきだったのかっていうと、 DG を直接含んでいる三角形ではなくって三角形 FGD と三角形 FBC の相似に注目して話を進めていきましょうってことを考えるわけです。さあそうするとどういうふうにね相似比求めていけばいいのか、まあ DG の長さが直接ポンと出せると話は早いんだけど、それができないわけだから別のところを見ていきましょう。FG と FB どうですか。 FGFB の比、なんかそれ出せるんだったらなんか DG も出せそうですよね。なんかちょっと違うなと。 DF どうですか。 DF ここの長さがさ、CD の長さ三平方使えばあっさり出せるわけじゃないですか。ここでもう三角形の面積求めてるから、このね二辺の長さ分かってね、 CD 長さ出せますよね。ここね出そうと思えばね、ここは出せるはずなんですよ。ってことは DF の長さが出せないかなっていうふうに考えていってほしかったわけです。で DF の長さ実は意外と出せちゃいます。これさ二等辺三角形だったじゃん。だからここの角度とここの角度等しいわけですよね。でまあちょっと目印としてここに×印でもつけておきましょうか。対頂角なのでここもこういうふうになり、弧 AF の円周角だからここもこうなるので、あらあらあらとこいつも二等辺三角形、この図形が相似になっていたわけですよね。しかも DB の長さっていくつかなって考えれば、直径6センチ、ここ4センチだからここ2センチって分かるわけじゃん。つまりこの2センチに対応してるのはここの CD の長さなわけだから、ここの長さが分かれば何対何か、相似比が何対何か分かるよね。これが分かれば何対何かも分かりますよね。これね、大丈夫そう。もう一回説明ですね。この2センチがあってここの何センチか分かれば何対何かっていう相似比が分かるよねと。相似比が分かればここの4センチに対応するのがここの DF の長さなわけだから、 DF の長さ出せるよねってことね。ということで DF の長さを求められるので、まずは CD の長さを狙っていきましょう。こうやってね順番に考えていけば実はそんなに難しい問題でもない。まあでもやっぱ難しい問題かな、やっぱり。ほい。今この CED っていうのを見ていたときに3分の4センチで3分の4ルート5センチが分かっています。これちなみに比で考えると両方3分の4で割ってあげれば1対ルート5っていうふうになっているので、1対1の2乗で1、ルート5の2乗で5、足すと6ですからルート6になるので1対ルート5対ルート6になりますよね。なのでこれを使えば CD の長さっていうのは、あこの長さをルート6倍すればいいのかってことで3分の4ルート6っていうふうに分かるわけですね。3分の4ルート6センチメートルっていうふうに一旦ここ出てきます。3分の4ルート6センチメートルです。さあということでこいつとこいつの相似比出してみましょう。こいつとこいつの相似比はこの3分の4ルート6対2、これを見てあげればいいわけですよね。こっちいきますよ。三角形
ACD 相似の三角形 ACD だから、まあ、F でいいか FDB FDB にして、でこれが相似比が何対何かっていうと3分の4ルート6対2というふうになってるわけですよね。はい、まあ簡単にしますか、多少はちょっと簡単にしとこうか。2で割って3倍ですから2ルート6対、3、まあ、さらにルート3で割る、いやいらないかそこまで、2ルート6対3なんていうふうになるわけですね。ということでこっち見ていきましょう。これが分かったので結局 AD 対ここの FD も2ルート6対3っていうふうになってるわけさ、okay、ここが2ルート6だったならばこっち側が3っていうふうになるので、この4センチを2ルート6分の3倍すれば FD の長さになるわけですね。長かったな。はい、FD の長さは、AD の長さ ×2 ルート6分の3倍、AD の長さが4センチですからこれ ×2 ルート6分の3と、ちょっと横に書こう、26ルート6センチですか。あ、いい感じですね。ルート6センチメートルって出てくるわけです。ここの長さがルート6センチメートルっていうふうに出てくるわけですね。これでやっと三角形 FGD と三角形 FBC の相似比が分かったわけですよね。はい、ルート6対ここ3分の4ルート6とルート6を足すので3分の7ルート6ですか。こういうふうになるわけですね。はい、もうちょっとこっちかけるか。よいしょ、最初にターゲットになっていた三角形 FGD と三角形 FBC の相似比を考えていくんですけど、 FD の長さ対 FC の長さを考えればよく、ルート6対ルート6に3分の4ルート6を足したものですね。はい、ですからルート6ルート6約分して1対3分の7ですから3対7と出てくるわけですね。お疲れ様でございました。こっち戻りましょうか。これによって CB 対 DG も7対3だってことが分かったわけね。今これが7対3だったからこれも7対3になるよねってことね。ということでここの DG の長さを考えると、よいしょ、 DG の長さはこの CB の長さの7分の3倍で、今これ丸の3と置いてるので丸の3を7分の3倍すればいいから7分の9なんていうふうになるわけですよね。7分の9となるわけです。ということでED の長さが丸の2、DG の長さが7分の9って出ましたから、最終的に求められる ED 対 DG、これ出せますね。ED 対 DG が2対7分の9ですから、14対9と、こういうふうに出せるかなと思います。いろんなね、考え方があると思うんですけれども、やっぱり大事なのは、これが分かればこいつが出せる、こいつを出すためにはこれがいるっていうふうに順番に順番に考えていってほしかったわけですよ。だから今のねこの話っていうのも、まあ、最初に相似が見つからなかったからじゃあ DG に関して情報を集めていこうって話になっていったわけですよ、ね、でこの DG どうやって見ていけばいいのかっていうと、あ、これは CB と平行になってるんだからここの相似を考えようと、 FGD と FBC を考えようっていうふうになったわけですよね。じゃあそのためには何がいるのかって考えていたときに、DF の長さが必要になってくるなと。じゃあ DF の長さを求めるためにはこことこの相似に注目しなきゃいけないなっていうふうに順番に順番にね、気づいていったわけです。まあ、だから闇雲にね、難しい、わかんないって考えるんじゃなくて何が分かればいけるのかな、何が分かればいけるのかなっていうのをね、順番に考えていく癖をつけていってほしいかなと思います。